皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす草コイン新聞、購読視聴規約。ここでね、一旦この動画を止めていただきまして、ここに記載されている第一条から第7条を大きな画面でお読みください。全て納得 して承諾でできききるる方のののみここ動画の続きを見ることができますそれでは今日もいきましょう LINE に登録してくださいねこれは私の個人 LINE なんですけども、えー、まず私にですね LINE メッセージください、えー、動画の感想などをお寄せくださいそしてね、えー、なんか LINE グループ全国グループとかあるんですよ <laughs> LINE のね、えー、仮想通貨全国グループとか FX 全国グループとかね、えー、あ違う違う全国グループの他に仮想通貨グループとか FX グループあとは他にもいろいろあるんですよね、えー、っと陰謀論都市伝説グループパソコン初心者グループ、えー、その他ねえー、っと億万長者になりたいグループ飲み会グループ、えー、独身男女の 飲み会グループ海外居住者グループ、他いっぱいありますからね、えー、各都道府県グループなんかもありますから、北海道グループとかね、ぜひぜひ LINE グループにいてくださいという方はね、まあ、仮想通貨の話できる人あんまりいないもんね、近くにね、FX もね。だから、こうやってね、インターネットで仲間作って、近くに住んでる方がいらっしゃったら、お友達を作るのもいいかもしれませんよ。 はい、行きまーす。今日2回目ですね。令和元年5月10日金曜日。番号資産草子院中野研究会。今日暑いです。すごく。20、あ、車乗ったらね、外気温が31度ありましたよ。もう,もう沖縄だね,ね。はい、それでね、今月来月はですね、えー、北海道とね、沖縄県の方行きますので、 海道と沖縄県ですね行きますので、まあ、両方とも個人コンサルティングなんですけども、<laughs> FX とかね、仮想通貨関係で、いろいろパソコンの設定してほしいとか、いろいろありましたらね、いろいろ詳しく教えてほしいというのがありましたら、えー、教えてあのお知らせください。私もで LINE とか、えー、メールとかね。 お電話くださいあのこの動画 YouTube 動画の動画解説欄に書いてあります。電話番号とかメールアドレスですね。info.mynumbermark.jp でね。電話番号は09012181504ですからね、えー。いつ北海道来るんですかとか、いつ沖縄県に来るんですかと。そのタイミングでね、お会いしたり飲み会やったり。 やりたいとは思ってるんですけどね。まあ、あの、どうなることやらって感じですが、いかがでしょうか。はい。で、今回のお題は、FX の期待値計算方法なんですが、これはちょっとやめ、ちょっとまだできてないんでやめときます。で、資本題はこっち。ビットコイン70万円え、ビットコイン70万円おかえりなさいということで、これやってみましょう。はい。前書きな、脳書き長いよね。前、前書きっていうのは、なんていうの それでですね、これ見てくださいよ。これビットバンクのビットコイン JPY のですね、5分足なんですが、さっきね、ここまで行っちゃったんだよね。見えない見えないですかちょっと大きくしようか。Windows のここのところ、ここのところの、 ねじ回しみたいに押して、簡単操作をしてですね、でこれで拡大器ってあるんですよ。これ、ルーペ、はずルーペがあるんですよね。ハズキルーペで2倍ぐらいにしようか。でこっちも置いといて、これがさ、さっき69万7546円。70万。ああ、また、ああ、また上来ちゃったよ。おい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 。おいおいおい これさあ、今週中に70万いくとは思ってませんでしたう。来週いっぱいぐらい買うかなと思ってたんだけど、どうなっちゃってんのこれビットコイン。いや、これ本当にね、今月ビットコイン ETF 承認されるわ、これ。うん。間違いないわ、これ。どんだけ上がるのこれ。去年のその前、2017年の 11月思い出すね。もう一回も後ろを振り返らずにね、あっという間にスカーンっていきました。で、ここまで上がるとね、やっぱり中国人、中国本土に住んでる中国人はやっぱりダメですね。やっぱり元共産党の、えー、上層部の家族はみんなカナダとかオーストラリアとかニュージーランドとか住んでますから、あと日本に住んでますからね。そういう人たちは億万長者ですから、 あー一気に買うんでしょうね、最後にね。で、69、今日、これね、今日中に70万いくでしょ、だって。さっきこのヒゲでね、ヒゲでさ、あ69万7 4 9 2円、69万7000いっちゃったでしょ。あと2500円で70万。70万の声聞いたら80万ですよ。本当に。うん、あの、仮想通貨、草コイン中野研究会でしょ。 どんだけ上がるのこれ。どんだけ上がるの後ろを振り返らずに、どんだけ上がってみせるのお前。ふざけんなって感じですよね。こんな上がる普通。上がんないよね。<laughs> 爆上げ宣言開始いたしました。爆上げ宣言開始いたしました。開始どころじゃねえよ。もうずっと前から爆上げだよ、これ。 おい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 これ一時間半死ですが、お、どんだけ上がんのこれ。測定不能ですよ、これ。だから、冷やししかないんだよね。測定不能。うん、だからもう、ゴーンさんがね、ゴーンさんが捕まって、その後ファーウェイの副会長が捕まった時に、ダーンって、ここまで押したんだよね。これがまあ、60万円ぐらい。 カルスゴンさんその後ファーウェイの副会長捕まってどん底どどまで落ちた35万までそっからの急回復見てこれもうムーンだよねロケット発射状態ですから、えー、でここからじゃあここね前回のここら辺ですよねここら辺のまあ80万円とか90万ぐらいでねくすぶるのかって言ったらくすぶらないからこれ見てみてこれ去年はどうしようもないただの 下げてギザギザして終わった1年でしたけど、その前の2017、見てくださいよ、17年は、ちょ、ちょっとこれいい ?2017 年は、ずーっと上がってきましたこれはね、2017年4月ですよ。で、今5月ですよ、5月5月の、えー、5月10日ってこの辺ですよ、この辺。まあ18万円ぐらいね、ビットコインが。それでずーっとコロ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 いったでしょ 上行って、ちょっと下がったけど、ここのところ、ここのところ、7月15日でバーンって行ったわけね。ちょっと見にくいですかはい。もうよく覚えてますよ。上がっては下がって、下がっては上がり、うん、下がって、で、どうなのどうなのどうなので、一時ね、ここまで行って、60万ぐらいまで行って、また35万まで落ちたと。でもビューンって行っちゃうでしょ ?35 万、ここでしょ <laughs> ビューンまで、あっという間にこう、10月19。 ここが9月15日、1ヶ月でもう、いや、一緒だよ、だから。来るって、バーンって、バーン来るって、バーンって、ここまで。来るって、本当に来るって。うん、それが仮想通貨なんですよ。まあ、私はもう仮想通貨のプロ中のプロだから。うん、仮想通貨 YouTuber ではトップ走ってるから。来るから、これ、ビヨーンって行くからこの、この後。ビヨーンって行くから。だから、ぜ全財産とは言わないけどね。 結構まだ買った方がいいと思うね。で、ビットコインまず来て、その後リップルが来たんですよ。2017年は。だからビットコイン来て、その後ビットコイン全部日本に変えて、変えるとか、ビットコインからリップルに変えたら、リップル見てくださいよ、これリップルね。今、冷やしにしようか。冷やしだと今まだくすぶってますよね。今最低、最低価格続 行中でまあちょっと今日ね、頑張ってあげましたけど、これね、頑張ってこれ、ああ、昼の1時にですね、ぴょーンって頑張りましたけども、まあまだまだ全然ダメでしょ。ね、一時400円あったんだから、もうくすぶってますよね、30に10分の1以下ですから。で、もうね、これちょっと、はずきルーピーじゃないと分かんないけど、これ見てくださいよ。<laughs> 2017年の、 リップルのこの動きを、これ、冷やしですけど、これ、2017年12月11日までは、くすぶってたんですよ、こうやって、ずっと横横で。ねいくらですか、これ。ね今よりも低いから30円ぐらいですよ。くすぶってたのが、ある一つで12月11日から12日、見てください、これ、12月12。バカーンでしょ で、13日。また、ボコーン !14 日。さらに、ダッコーンでしょそして、横横、ダメかなうん下横、ドドドゥンロケット発射ムーンでしょこれがね、仮想通貨だからね、リップは特にね、鈴く涼しい顔して、 明日、ハワイ旅行に出発するっていうのに、直前まで何もしてないですから、はい。ゴロゴロしてるだけですから、家でね。<laughs> これが仮想通貨の特徴なんですよ。ね。で、リップルはそういう特徴があるから、リップルは買っておかない。買うなら今だって。どんだけ安いの今。むちゃくちゃ安いからね。買うなら今ですよ。こんだけ安いんだから。それが400円になるから、まあ、12、三3倍ビットコインは、まあ、 いや、ここまで上がっちゃったら悔しいよね。ここの冬の時代をどんだけ、中野研究会は毎日ね、夜ね、ライブやってね、どんだけお互いに励まし合ってですね、傷,に傷の舐め合いをしてきたかですよ、ここ。で今から投資する人は、本当に幸せもだものだと思いますよ。うーん。えこんなことしてるうちに上がっ、えー おい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 69万6千円じゃないかちょっとやめてくれよどうなってんだよこんなことしてる間にまた上がってますから気をつけてくださいまあビットバンクねビットフライヤーはえ69万5000円上がってますね母語いきましたね母語でだからサリアムこれビットコインキャッシュはまあそこそこですね やなぜビットコインだけが上がってるかというと、それはもう簡単でしょ。ビットコイン ETF が承認されるからですよ。で、ビットコイン爆上げするじゃないですか。で、爆上げしたらみんな、利 <laughs> 確みんなっていうか、まあ、ちょっとの人は利学しますからね。はい、ネムはまだおデムですね。ネムはちょっと、ちょっと頑張りましたけどね、今日ね。ネムはおネムです。ビットコイン ETF が承認されて爆上げして100倍ぐらいになるでしょ。 ビットコイン800万になるじゃないですか。そして、利確組がいるから、まあ、ほとんどの人は8割方持ってるけど、<laughs> 利確して、そこからリップル買ったり、ネム買ったり、サリアム買ったり、えー、ノアコ買ったり、エイダ買ったりするんですよ。だから、<laughs> まあ、いつものパターンですよ。2017年の12月、12月、まずはビットコインがいつも爆裂するんですよ。これでね、爆裂した日が、 爆裂した日がね、これ、日がいつかというと、こ12月14日ぐらいなんですよね。12月4日ぐらいです。ちょっと見えねえね、やっぱり <coughs>、はい。ビットコインが爆裂した日がね、見てください。12月4日ですね。2017年12月4日なんですよ。そして、えじゃあリップル爆裂した日はっていうとね、これでしょ、リップル。 リップルが爆裂した日は、爆裂し始めた日がね、なんと12月、ちょっと待ってね、もうちょっと広げるか。えー、さっきもありましたけど、12月12なんですよ。だから、ビットコインが上がって、利益を確定して、で、物色してるうちにリップルだってことで、12月2日からリップルが変わりだしたと。ビットコインのお金が今度リップルに変わったと。 だからビットコインはだんだん、えー、だんだんこうやって1回下がったよね。で、この下がったお金でリップルが買われていったということになりますよね。まあリップルとか他の、えー、アルトコインっていうやつ。リップル以外の、あ、違う違うビットコイン以外の仮想通貨は、えー、他のコイン、いわゆるオルタナティブコインって言って、アルトコインって言うんですよね。はい。だからまずは今、皆さん何をも買って何を持つべきかはわかりますでしょ もちろん、ビットコインです。一番初めに、ムーン、月まで到達するのはビットコインなんですよ。そして、押し目をつけると。で、現金化した人たちがえ次に狙うのは、アルトなんですよ。まあ、いわゆる、ビットコイン以外のコイン。で、それの一番の注目株は、リップル。そして、サリアムのえ、ちょっと見ましょうか。すいません。 それはねコインマーケットキャップですコイン。仮想通貨を、仮想通貨投資をやりたいんだったら、もうコインマーケットキャップから始まって、コインマーケットキャップで終わるとまで言われてます。はいそして、このね、ドミナンス。仮想通貨全体に対する、えー、ビットコインの投資金額はもう58%。はい58%一。一度ね、ここなんですよ。2017年の。 12月4日でしょここ。ここがドミナンス60.67%なんですよ。ビットコインが。でそれにほとんど近づいてきたよね、これね。58%。今日の時点で58。58%でしょだから、まあ、爆裂寸前ですね。もう火山が、マグマがふ,かふわふわしてますよ、うん。爆裂寸前です。はい。でサリアム、プルリ、キャッシュ、ライトコイン、イオス、テザー。 まあ、これにですね、もう強いのと、あとは、体の枝ですね、あとは、ノアコイン。ノアコインは今ね、えー、っと、フィリピンでね、実際にノアコインで食事ができるレストラン、物が買えるっていうノアシティがね、えー、徐々に増えてきてるらしいですよ。<coughs> なので、ノアコインはね、爆裂的に安いので、これね、買わざるを得ないでしょう、ノアコインはね。あの、 ノア財団はねあ、むちゃくちゃ安いですから、ノア財団はねあの、あれ連れてきたんですよね、アメリカから世界の歌姫マライア・キャリーを連れてきてね、去年はね、えー、10月11月ぐらいかな、あの埼玉,スタジ埼玉スタジアムでね、えー、無料で見れました。はい大体アリーナだったら10万ぐらいするよね。 最高だったですね。私は最初から最後まで涙が止まりませんでした。このノアコインありがとうって感じですね。はい。なので、はいそれでこれね、あのまあ、草コインというか、まあ、このメジャーコインも含めて、どれを買えばいいのかっていうのは、これ期待値があるんですよ。仮想通貨投資の期待値っていうのがあって、期待値の算出方法っていうのを、なかなか第1係数、第2係数で出してますから、これはね、熊本のシ平さんが毎日、 エクセルファイルで、ね、出してくれてるのでまた LINE でお問い合わせくださいはい、という、うん、これちょっと閉めるよはい草、あとね、あとドル円なんですけど <laughs>、えー、ドル円はやっぱり中国との,の米中貿易交渉で今ちょっとくすぶってるけどやっぱり月のですね見にくいねこれ。 はい。5年に一度のペナントフラッグで、もうここはついてるでしょ下ついて、んで、陽線出たじゃないですか。今ちょっとくすぶってるけど、陽線で出てるんですよね。これね。陽線っていうのは上の線ってことだよ。うん。上に上がる線。で、一旦すごい出たんですよね。で、これは、で、これほら、下に行こうとしながらの上なんですよね。で、上の、アメリカむちゃくちゃ強いから、今。経済。 はい、で、上の受け振れ、まずは僕、ここのね、上のね、トレンドライン、えー、230ピプツ狙いで、まあ、中野研究が一発狙うと。まあ、もうちょっと細かく理学しますけど、その後の、まあ、昨日も言いましたけどね、まずはここですね、124円ならい。だから、今から入れるとですね、1400、1400ピプツ、1420ピプツですね。 1420十つったらすごいね1億4000万はいくよね、うん、まあ実際問題は福利で回していくから3億円はいくかな普通の普通の人でもね、うん、まあ逆に下行ってもいいんですよ別に下行っても上行っても別にあのねもう令和の時代においてはですね株も仮想通貨も上がるの下がるのっていう議論はナンセンスなんだよね 特に中野研究会はもう確率,論と確率論と統計学を駆使してですねあの期待値計算でしか投資行動やってないですから、はい、バルサロの破産確率をもとい用いた、えー、あの勝率とです、ね、あの損益率を計算した期待値計算でですね投資行動をやってますからね。 あの期待値がマイナス期待値になるような投資はしてないですですから時間さえかければ時間とですね複利計算を組み合わせれば誰でもどんな人でも必ず億万長者になるって分かってるんですよねうんまあそれパチンコパチンコパチンボルパと一緒だからねパチンコも期待値計算でちゃんとパチンコやんないとあのどんどんお金なくなっちゃうと一緒だからねカジノも一緒だからね はい。ということで、ドル円もね、なかなか良さそうな感じになってきましたね。はい。あれちょっとなんか、MT4 が壊れましたけれども、まあそういうのはね、よくあることなんで、壊、はい、れてないですね。はい。これね、一般の人とか五般紙とか見てもしょうがないですよ。上行くの、たいけどなんて関係ないから。私でなは中野研究会を期待値計算でやってますから、どっちでもどうぞと。 どっちでも億万長者にならしてもらいますと言うたことだけでございますからね。はい、全然 OK でございます。はい、でもう一回ね、見てみましょうか。はい。ええおいおいおい、こんなことしてる間に、お前、いくらなってんの ?60、え、69万 3000? ですよね。ちょっと下がったんですよね、だかこれね。お 69万7000万いってましたね、これね。さっきのとこかな。危ないちょっと、ちょっとお締めつけてますが、まあ大丈夫でしょうね。これ、あ、下がるんだと思いきや、バーンと上がっちゃうからね。うん、こんだけ上がって、どんだけ上がるのと、お前。どんだけ。この苦しみ、この苦しみから、なんで君はこんなん一人だけ。うん、ってことですね。本当におめでとうございます。 えー、ビットコインをお持ちの皆様、本当におめでとうございます。そして、これからね、仮想通貨、投資参入される方は、本当にいい時に参入され,るともされたと思いますよ。この長く苦しみのあるね、冬の時代を経験しなくてよかった、いいというのは、本当にね、羨ましいと思います。はい、それではね、今日はね、今日の指標はですね、9時半ですね。<coughs> 今日の指標発表はですね、9時半、夜9時半にありますから、今日は特に重要なのはないんですけど、アメリカ消費者物価指数が9時半に発表されますから、9時から長野研究会は、えー、ライブをやって、研究会スタートしますよね。大人の社交クラブをスタートしますので、今からで,遅からでも遅くありません。長野研究会に入りたいという方は、毎晩やってますからね。 毎晩出席しなくてもいいんですよあの。出席できる時にだけ出席すればいいんで、期待値さんで億万長者になれ,れたら皆さんと一緒にねハワイ旅行とか、えー、クルーザー旅行とかね世界一周旅行とかしていきたいですね。ドイツのお城巡りのロマンチック街道をね巡ったり、ダイヤ博物館とか、えー、パリのですね えーとルーブル美術館とかも皆さんと一緒にね、えー、行ってみたいと思います、まあ、お金の方はね、えー、皆さんもそのところに億万長者になってますし、まあ、私の方もいくらでもありますからね私の方で出してもいいかなって思う時も多少ありますということでございますそれではね今日も元気に、えー、夜お会いいたしましょう千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしましたラジャー